タムネ持ってんじゃん。あ、そっか、そうですね。じゃあ、そっか。え、あの時コロナなってたっけ。なってない、なってない。おー、ない。あ、え、荷物回しっぱなしでいいっすよ。うん、はい、はい、コロナなってない。開けます。え、なってる。いやどうだ。おはようございます。ちょっと堤くんに連絡して、今日はあのサブチャンネルの撮影してるっていうんで、え、来たんですけど。シナッチョやん。何？宮迫さんに。何？怖い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 。ちょっと言いたいことがあって。いや、やめてや。もうほんま、俺と関わった人がみんなあの対処していくっていうのがあるから。いや、僕は対処しないです。ああ、よかった。ただ宮迫さんにちょっと。何？文句があるんですよ。文句？宮迫さんちょっと前にニュースになりましたよね。え、なんやろ。吉本の共演 NG。 あー、はいはい、あったあった。僕その時に、共演 NG のニュースが出て、すぐにツイートで、宮迫さん共演してください、事務所の確認は取りますっていう、ちゃんとその、大丈夫ですよ、宮迫さんは吉本の人と絡めるんですよという思いを込めてツイートしたのに気づいてない。ごめんごめん。赤っパジ。赤のパジです。赤のパジやな。あ、そんなやってくれてたんや。はい、つい先日も有吉さんにご結婚おめでとうございます、はいはいはい、おしゃべりクソ野郎より、はい、気づいてない。赤っパジです。赤のパジやんか。赤のパジです。あ、そう。あ、ごめんごめん。いや、それはだってほらツイートって多いからさ。いや、思い返せば宮迫さんが YouTube のチャンネルすぐに作った時に、僕が LINE で宮迫さんいつでもコラボしましょうね、送りましたよね。はいはいはい。で、実際コラボしたのは1年後。俺の声届くの1年かかりますか？また1年待てばよかったんですか？いや、そんなこと、いや、いろいろあって、なかなかほら、実現しなかっただけでしょ。あと、何まだあんの？その月の名場面を編集して、エンディングに、してらっしゃいますよね、はい、次の月。はいはいはい、はい、毎回変えてますよ。はい、いろいろコラボした人を編集して、まあその時は藤原さんとか、はいはいはい、してエンディングにしてらっしゃいましたよね。はい、僕いないんですけど。はい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 、はい、いいですか。あのエンディングに関して僕の意見はあの言っておりませんので、この2人で。いやいやいや、違う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 。特に言うとこの人です。あやとですよ。あやとと確かに僕です。編集の人で話し合ってこれ使いましょうってなので、あやとが入れてないです。僕じゃないです。サブチャンネルも見させていただきました。めっちゃ見てくれてる。その月を振り返るという回ね、わかりますよ。僕のところが短かった。あ、この人こうだったね、コラボしてこうだったねっていう話の僕のとこ短かった、はいはい、そしたら堤くんが品川さんまた言ってきますよ、はい、短くないですか。いや違うねん、はいはい、こうやって短めにしといたらまた品川わーわー言うてくるから、はい、そんな風にした方がええねん、分かってないなみたいな、はいはいはい、言ってましたけど、はい、その芝居に路線変更したでしょ。マジで短くやって堤くんに突っ込まれて、ほんで路線変更で「お笑いやねん」にグニャって「お笑いやねん」ってしたけど、マジで忘れてたでしょ。後付けだったんですね。後付けサクサクでしょ。
ちゃんと見てますから僕。めっちゃ見てるやん。いやだってこれはもう、まあまあ、そう言い逃れができるな。それは短かったんですよ。はい、短かったからまた何かやりたいな。終わり。うるさいなもう。グビじゃないですよ、グビじゃないですよ。何それを言いに来たの。グビじゃないです。それを言いに来たんかいな。いやだから、はい、ちょっとね、はい、見てほしい映画があるんですよ。映画、あのね、はい、映画の脚本監督させていただいたんですけど、ほう、まあ、正直あのテレビとかで宣伝できないんですよ。ほうほうほう。だから宮迫さんのお力を借りて宣伝するしかないんです僕には。いやおかしいです。だから雑に扱った罰として映画見てください。今から映画一本見なあかんの。ただタイトル聞いてください。何？リスタートです。いや俺やん、俺やんじゃん。俺やんじゃん。なんや俺やん。俺が見たらなんかすごくあの気持ちが、いや絶対刺さると思うんですよ。俺だってさ、歴代の品川の映画全部見てるからね。ありがとうございます。普通にあの劇場行って見たこともあるし、ちゃんとあのそれを見るし、全映画好きですよ。ありがとうございます。あのすごい、この才能は本当にすごいと思います。なんで今から僕の家に来てください。せやろ。今から僕の家に来てください。そうやん、今日サブちゃんとって。今から僕の家に来てください。おい、自分で晩飯作っても置いたのに。それはもう晩飯をリスタートしてください。100分なんで。おおお、なかなか長編。絶対泣く。へえ。それはでもそうか。でもな、少なくとも TKO の木下さんは泣きました。ちょっと見たいわ。ちょっと見たいです。お力お借りしよう。もちろんです。それはもうお世話になる。ありがとうございます。いきますよ。じゃあ今からちょっと堤君と、はい、音もしてよろしいですか。もちろん。はい、いいですか。おぉ、帰っていいですか。こいつやぞ、一番思い出ない。おぉ、こいつやぞ。すいません、一番思い出ない。やろう、ビッシュのライブ一緒に見たのに。うわぁ、めっちゃ覚えて書いてある。昔ね、そうなんですよ、昔一回落としたことがあって、一緒にビッシュのライブ見たんですよ。そうなん。行きましょう。行こう、行こう、行こう、いいですよ。ありがとうございます。行きましょう。あ、まず僕の車でジムニーやんか。はい、出た。可愛いな、ジムニー。いや、可愛いな、ジムニーはもういいんですって。だから。いや、可愛いから。いや、可愛いな、ジムニー。本題、それるんですよ。ジムニー可愛いわ。本当に可愛いですよ。なあ。本当に可愛いですよ。YouTube 初登場です。え、マジいいっすか。全然、僕そうなんだ、全然自分のに出してないから。でもう、やばい、上がるで。これで行きましょう。行くわ。はい、行きましょう。僕らも追っかけます。はい。さあ、はい、我が家に来ていただきました。はい、いいですか、今から映画見て。見ますよ、見ますよ。はい、はい、緊張するな、なんか映画を見る。いや、誰の映画人気ない YouTube のくせに香料強いな、なんですか。言うてへん。何も言うてへん。いや、照明がすごくすごいす、ね、はい、いい照明。機材めちゃくちゃいいやつ使ってますね。すごいよな、機材。今、悪いこと言ったね、今。機材めちゃくちゃいいやつ使ってますね。ね、はい、そう。トゲありました。あったね。機材だけは。え、今日こういう枠を回りですか、僕今日。今品川に冷たいから。もしあれだったらお二人も見ていただいて、ぜひ感想をいただければと思います。はい。それでは暗転。いきますよ。はい。監督さんはもう向こうの部屋にいますので、それでは今から見たいと思います。リスタート。きた、はい、スタート。本当に卒業するのか。社会人とか無理。もうめっちゃ応援してる。あ、帰ってるってのは怖。匂いがあったね。別れんのにした後にひどいよな。確かに。でもこういうことなんやろうな。こういう別れ方するか、はい、出ちゃうんですよね。そうそうそう。で、ヤフートピックに出るんですよ。そうそうそう。こういう描写うまいな、品川。あら、西野先生。アイドルと思えるんだ。なん
ドキドキしてる。ドキドキ。じゃいじられてるやん。クソだな。最近 MX で始まった。ねえ見てこれ。うわ、なんかな。やばくない？ゾワッとするわ、今のし。でもリアルにこんなんなんやろな、アイドルの世界だな。全然金山としてんのって言ってなくて、地元のやつに会いたくなったんで、会って、上着とか履きたくなってさ。ありがとうございました。ありがとうございました。どうだったんですか？面白かったです。ありがとうございます。まあ、もちろん刺さるんですよ。ものすごい刺さるんです。でもやっぱ気になるところ、長かったんです、はい、アイドルの剥がし役の庄司、はい、ハマりすぎてて気づかないギリギリ最後らへんに庄司って なった、はい、とあと西野先生いじりすぎる、はい、あれ西野のインタビューをそのままセリフ、はいはい、だからあれは僕が書いたんじゃなくて、はい、西野が普段言ってることをそのままセリフにさせていただいて、あの描写はもう絶妙に面白かったですね。ありがとうございます。はい、次のハゲ方が絶妙に腹が立つ、うん、まあはい、頭蓋骨出てます、出てたからいろんな もちろん面白い箇所があって、でもやっぱ刺さる ね、 ね、北海道っていう場所がいいね。ありがとうございます。この後品川君のチャンネルで、はい、詳しい映画の感想とか喋りたいと思いますので、いや緊張するんですよ、はい、だからそちらの方ぜひ概要欄貼っておきますので、見に行ってください。はい、うちのチャンネルでは、はい、せっかくなので予告編をあぜひ、はい、流させていただいて、はい、宮迫チャンネルを応援してくれてる方にもやっぱりすごく響く内容だと思うので、うん、あ本当？いや絶対宮迫さんを応援してる方には絶対響くと思いますね、うん、はい、そう思うんだよね。はい、絶対そうです、うん、そうリスタートっていうのがね、はい、すごく響いてくれる、すごい刺さるフレーズとかもありました、はい、ぜひ皆さん公開されたらご覧になってください。はい、というわけで本日は以上でございます。ありがとうございました。私は東京に出て絶対売れてビッグになる。お前はやるっつったらやるんだろうな。人気ミュージシャンに地下アイドルか。これでネタは揃ったな。一言お願いします。お前契約解除。アイドル辞めたから。ごめんなさい。やだな。もうやだよ。帰ろう。私のこと知らないじゃん。ここにはいいねもなければ評判も炎上もない。この先どうやって生きていけばいいの。リサエル、お前の夢はシンガーソングライターなんだろ。28で人生終わったみたいな顔すんなよ。ここで歌っている。ここにいればいいでしょ。下ばっかり見てたらさ、見えるもんも見えないよ。最高のどん底だな。Yes, yes, yes.